11時22分、室蘭岳に向けて出発します。丹原スキー場からです。登山口は標高400メートルぐらいで、室蘭岳の山頂は911メートルです。なんで500メートルぐらい、まあ、標高差はあるんで、まあ、1時間半かけて、まあ、登っていきます。山荘とトイレがあります。白鳥ヒュッテ、白鳥ヒュッテ横に水場があります、はい、登っていきます。11時40分です。夏道コースを登っていきます。よいしょ。若干朝に雨がちらついてたんで、ちょっとぬかるんでる感じなんで気をつけていきたいと思います。では邪魔します。なんかいい感じの神社です。ちょっと風は強いけど晴れてきましたね。はい、カムイヌプリが見えてます。すごい綺麗な山ですね。すごいいい眺め、もう満足だな。いやー、いい天気だ。頂上まで 1000メートルかな。あと1キロ歩きます。白鳥ヒュッテから30分ほど歩いて、今標高700メートルぐらいです。あと200メートル登っていく感じですね。だんだん雪が増えてきました。ただまあつぼ足というか、まだチェーンスパイクなくても行けますね。はい、頂上まで 300m。 よいしょ、ラストスパートですね。はあ、大橋ヒュッテから大体1時間ぐらいで室蘭岳山頂です。向こうにカルマエ山とフップシだけですね。リス止まった。滝沢コースからぐるっと下山していきたいと思います。よいしょ。沢コースで、帰ります。よいしょ、登るんだ。室蘭岳を左手に1時間ぐらい下っていく感じですね。
どこ行くんだろう。あそこから、こっちに抜ける道です。途中吹きがいっぱいあったんでちょっと収穫ありです。はい、白鳥ヒュッテまで標高差 100m ぐらいあるんで登ります。14時14分、沢周りで、スキー場に帰ってきました。結構山菜が採れたり充実した山行でした。いや、いい山だった。伊達温泉です。